こんにちは、宮本真帆です。思考と集客の講師をしています。はい。で、幸せなサロネーゼさんを生み出すことをミッションとしています。今日はですね、なぜ私が集客と思考についてお伝えしているのかについてお話ししたいと思います。で、私自身もですね、3年ぐらい前は集客の仕組みとか思考の仕組みとかも全然知らなかったんですけれども、まあ2つとも知って、まあ先に結論言うと劇的に売り上げも気持ちも良くなった。仕事もプライベートも心から安心してハッピーになれた。なのでそれをお伝えしたいんですね。で、まあ、具体的に言いますと、まあ3年ぐらい前に私も集客の先生のコンサルを半年間受けたんですけれども、受ける前っていうのは受けたらどうなるんだろうっていうビジョンがあんまりなくって、まあ良くなりたいと、良くなるっていうことはなんとなく分かっているんですけれども、本当に本当にっていう感じだったんですよ。なんか例えばさ、ネイルアートのセミナーだったら、このセミナー受けたらこれが書けるようになりますとかさ、そういうのあるじゃないですか。ですけれども、ビジネスのセミナーとか受けると、これがこれになるっていう形が本当なのっていうふうにやっぱり思ってしまったんですよね。で、実際に今そういうふうに感じてらっしゃる方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思ったので、ちょっとお話ししようと思いました。はい。でですね、ビジネスもネイルアートとか、お料理と一緒でレシピがあるんですよ。やり方っていうのがあるんですね。うまくいく法則というかやり方がありますので、きっちりそのやり方を知ってですね、その通りにやっていくということが成功への近道になります。だってもう答えが分かっているのだから、それを自分のやりたいことを沿ってやっていけばいいだけなんですね。なんですけど、だいたい集客を勉強してない方っていうのは、まあお金がないとか時間がないとか、自分流にまずはやってみますっていう感じの方が多いんですよ。はい。なんですけど、うまくいってる方って皆さん勉強されてるからうまくいっていらっしゃるんですよ。はい。そこを勘違いしなくてほしくって、本当にちゃんと分かってやっているのと、分からないでやみくもに、まあ、クーポンやったりとか、うまくいってる方の真似するのとかはもちろんいいと思うんですけど、本当のそのやってることの裏側の理由とかっていう仕組みが分かっていないと、結構やってて辛いはずなんですよ。なんか見えないトンネルの中にいる、なんか出口が見えないトンネルの中にいるような状態で、まあでも出口どこだろうどこだろうって一生懸命探しているような状態だと思うんですよね。なので本当に楽に楽しくやっていくためには、ルールを知ってその通りにやっていくことで、例えばお料理でも順番があって隠し味があって、でだからこの味になりますっていう風にあるじゃないですか。でも味だけね、お料理だけ食べたら、どうやってどうやってどうやったんだろうっていうのはちょっと全部わからないと思うので、もう早く知って楽に楽しくやっていただけたら、今よりも売り上げも上がりますし、はい、それで時間の余裕もできてくると思うので、余った時間、ご家族と楽しく過ごしたりとか、また趣味の時間にしたりとか、そういうふうに皆さんが楽しく、もっと楽に楽しく安心して幸せなサローネーゼさんとして、過ごしていただけたらいいなっていうふうに思ってお伝えしています。そうですね。あと集客はそうなんですけど、思考について勉強したのは、
あの集客のことをお伝えするようになってからですね、なんかこううまくいかない方っていうのを、まあ、見てきていて、でその方たちの共通点が何かなっていうと、あの思考のブロックがすごくあるっていうことを前からなんか気になっていたんですよ。で、あのそこを取っ払ってやっていただければ、もう本当にやるだけなのになって私は思っているんですけれども、なんか行動できないとか、行動するんですけど同じパターンでいつもうまくいかなくなっちゃう方っていうのを見てきて、すごいもやもやしてたんですよね。でこの私ができたんだからみんなできるよっていう風にずっとお伝えしていたんですけれども、なんかそのなんか行動できないブロックをどういう風に解除したらいいんだろうみたいな感じに思っていた時に、あの思考の学校っていうところに出会ったんですよ。でその仕組みっていうのを、思考の仕組みっていうのをあの初めてあの聞いた時に、あ、これを受講生さんにお伝えすればあのもう悩むことなくなるんだなっていう風に本当にすぐに感じたので、それですぐに講師になりたいなっていう風に思ったんですね。それが2年ぐらい前なんですけれども、はい。なんで、まあ、ビジネス塾とか企業セミナーとかに行かれると、ビジネスやる上で一番大事なのはビジネスマインドですって、まあ、絶対言われると思うんですよ。ほぼほぼ絶対言われると思うんですけど、じゃあビジネスマインドって何ですかっていうと、まあ、例えば、うまくいった時はあの人のおかげだと思え、悪くなった時とかうまくいかなかった時は自分のせいだと思いなさいとか、まあそういうなんか例えば道徳の教科書に書いてあるようなことを言われ、まあなんかお利口な頭の私にはわかるけど心の中から腑には落ちないみたいな、そんな感じだったんですけれども、それをですね、思考の仕組みをあの本当に知ると、言ってた意味も本当に分かりますし、で、あのそうしなきゃいけないからやるのではなくって、心からそういう風になりたいっていう風になれるんですよ。それをすごい自分も体感しましたし、その思考の仕組みを知ることで仕事だけじゃなくプライベートもどんどん幸せに、本当に心から安心して幸せを毎日感じられるようになってきたので、あの仕事もうまくいきますしプライベートもうまくいく。実はあの潜在意識というのはジャンル分けがないんです。ジャンル分けがないっていうのは、仕事とか、お金とか、恋愛とか、子育てとかね、いろいろあのジャンルがあると思うんですけど、仲間とか人間関係とかいろいろあるじゃないですか。いろいろあるんですけど、潜在意識って実はそのジャンル分けがないんですよね。なのでうまくいくときは全部が底上げしていく状態になるので、あの一個だけうまくいかないとかないんですよね。なんかそういったこともあの思考の仕組みをどんどん知っていくと分かってきて、本当にあの今楽しいなって思ってるんですけど、もうこれはあの集客塾の生徒さんだけではお伝えするのはもったいないと思って、今私はもう思考だけのセミナーとかもさせていただくようになったんですけれども、ぜひあの、まあ、少しからでもねいいと思うので、思考の仕組みとかあとは集客のちゃんとしたノウハウっていうのを知っていただければ、あの本当に楽に楽しくなるからいいなって思います、うん、なんか私がそれ知る、2つとも知る前はなんかモヤモヤしながらやってたんだ。その時はその時で楽しいなって、好きな仕事ができて嬉しいなとか思っていたんですけれども、知った今考えると結構モヤモヤしながらやってたんだなって本当に思うので、ぜひ知ってほしいと思います。なんか技術とかあのセンスとかがあるね。